各球団が来シーズンの契約を結ばない選手に行う戦力外通告。成績不振や年齢など戦力外通告を受ける理由は選手によって様々ですよね。一般企業に例えるといきなりリストラされるようなものですから、戦力外通告された選手は絶望の淵に立たされます。しかし野球界には戦力外通告を受けてからどんでん返しの大活躍をした選手がいることをご存知でしょうか。今回は戦力外から復活した選手4名をご紹介していきたいと思います。山崎武、27年間で通算403ホームランを記録した大打者の山崎武は、実は一度どん底に落ちた選手でもあります。1986年のドラフト会議で中日ドラゴンズに2位指名を受けた山崎は、安定した成績を残し続けたものの、成績の低迷を理由に2002年にオリックスにトレード移籍されました。オリックス2年目に名古屋ドームの西武3連戦で井原監督から地元愛知県出身選手として先発出場を約束された山崎。しかし1戦目に3打数2安打の活躍を見せるも、なぜか2戦目にはスタメン落ちをしてしまいます。関係者を多数招待していた試合でのまさかの采配にショックを受けた山崎は、監督室にバットを放り投げ、 GM の中村克弘に井原監督の解任を直訴するなどの行為を行いました。このことが職務放棄とみなされ、翌日には懲罰により2軍に降格。そこから何度か1軍に這い上がるものの、1軍に上がっては2軍に落ちる生活を送っていました。球団への不満や成績の低迷、人間関係のトラブルから戦力外通告を受けた山崎は、その後オリックスを退団、引退を考えますが、新規参入した楽天の監督田尾康に入団オファーされ、楽天への移籍を決めます。配球を読まず来た球を打つタイプの打者だった山崎は、2006年に就任した野村克也監督からの助言で投球を読むプレースタイルに変更。野村監督からの助言でスイングが洗練され、2007年には43ホームラン108打点というリーグ最高成績を残し、自身のキャリアハイを達成してホームラン王と打点王のタイトルを獲得しました。プロ27年間で放った通算ホームラン403本のうち191ホームランを楽天時代の7年間に記録したことから、山崎が楽天で大復活を果たしたことがうかがえますね。田上秀則、パンチ力が魅力の打てる捕手田上秀則も戦力外から復活した代表的な選手です。2001年度ドラフト会議にて中日ドラゴンズから3巡目指名を受けて入団した田上、2004年に就任したばかりの落合博満監督から右の4番候補として期待されましたが、4年間で1軍出場はわずか13試合で止まってしまいます。さらに内容も2安打と結果を残せず、2005年シーズンオフに戦力外通告を受けました。戦力外を受けた田上は城島健二の FA 宣言で捕手の補強が急務だったソフトバンクの入団テストに合格して入団。移籍1年目から指名打者や代打で62試合に出場し、打率2割8分3厘、ホームラン3本を記録します。移籍2年目となる2007年シーズンは捕手として78試合に出場するなど出場機会が増加。田上はこのシーズンに9ホームランを放ち、打撃覚醒の片鱗を見せつけました。2009年はシーズン途中から正捕手に定着し、ソフトバンクの捕手では城島健二以来5年ぶりとなる20ホームランと80打点超えを記録。初めて規定打席にも到達した上、チーム最多でパ・リーグ4位の26ホームラン、リーグ9位の80打点のキャリアハイを記録する大活躍を見せます。盗塁阻止率もリーグ5位の2割6分2厘を記録し、パ・リーグのベストナインにも選出されるなど、戦力外からの復活を果たしました。福山博之、入団会見で鼻の穴が大きいので北島三郎に似ていますと発言したことで愛称がサブちゃんになった福山博之。彼は2010年の NPB ドラフト会議にて横浜ベイスターズから6巡目で指名され入団した選手です。プロ1年目は19試合の登板で0勝1敗、防御率 5.76 という成績を残した福山。しかし2年目の2012年に2試合に登板で防御率 18.00 という成績を残したことから戦力外通告を受けました。球団は戦力外通告時に50メートル6秒前半という俊足だった福山に対して野手への転向を打診しましたが、福山がその打診を断ったため契約の解除を改めて通告。
その後福山は2012年オフに投手として東北楽天ゴールデンイーグルスと契約を結ぶことになりました。福山は身長172センチという小柄な体から投じる最速150キロの直球やスライダーチェンジアップが武器の投手。2014年シーズンは1軍公式戦65試合に登板でプロ初勝利を含む4勝2敗1セーブ23ホールド防御率 1.87 という好成績を残しました。2015年には65試合の登板で防御率 2.76 と22ホールドを記録し、オフの契約交渉では楽天入団時の年俸600万円からわずか3年で 7.5 倍の推定年俸4500万円を勝ち取ります。2017年からはセットアッパーとして活躍し、36登板試合連続無自責点を記録するなど、69試合の登板で防御率 1.06、 23ホールドのキャリアハイを記録。この年の契約更改で1億円プレーヤーの仲間入りを果たします。横浜では一勝もできなかった福山ですが、戦力外で楽天に移籍したことで大復活を遂げたのでした。森岡亮介、内野のユーティリティプレイヤーとして活躍した森岡亮介も戦力外から復活した選手です。2002年のドラフトで中日ドラゴンズから1巡目指名され入団した森岡、立浪和義の後継者として期待されて入団した彼は1年目ファーム日本選手権制覇に貢献するなど、ドラ1の実力を発揮します。ところが2008年のソフトバンク2軍戦で森岡を中心にとある事件が発生。この試合の4回裏、ノーアウト満塁のチャンスで三振をした堂上剛洋に対し、高柳秀樹2軍打撃コーチが暴言を吐いたことで森岡は高柳に抗議、まさかの指導者と一触即発の事態になりました。さらに翌日、辻初彦2軍監督は高柳を擁護した上、森岡の行動を非難し1週間の謹慎処分を言い渡したのです。2軍の主軸を担った森岡でしたが、首脳陣との確執が最後まで続き、この一件が原因でオフに球団から戦力外通告を受けます。中日退団後には12球団合同トライアウトを受験し、ヤクルトが森岡の獲得を発表。ヤクルト移籍後、森岡はプロ7年目にして開幕1軍入りを果たしました。2011年には1軍のショートが次々と離脱したため、巨人とのクライマックスシリーズ全3戦に先発出場し、第3戦に貴重な追加点となるタイムリーを打つなど、見事にショートの穴を埋めます。2014年にはヤクルトの選手会長に就任し、打率2割7分6厘、83安打31打点のキャリアハイを達成し、当時のヤクルトにはいなくてはならない存在にまでなりました。ドラ1として期待されてプロ野球界入りした森岡でしたが、球団との確執の末に戦力外、トライアウトでヤクルトに入団したことで期待されていたユーティリティ能力が開花し、見事に復活を遂げました。一度戦力外通告を受けた選手でも他球団で復活を遂げた選手が多くいることがよくわかりましたね。環境やチーム方針の違いというのがプロ野球選手の活躍にとって重要だと言えそうです。戦力外になってしまっても最後まで諦めず復活する選手が増えてほしいものです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。